ぶっちゃけマシュマロ募集した中にホロスタとコラボしないでくださいみたいなのありましたか？ちなみに私は賛成派です。年越しライブでの歌コラボとっても良かったですとのことでございます。これはね、ぶっちゃけるとマジで一件もなかった。一件もなかったよ。なんかホロスタ関連のやつは何件かあって、なんか次のコラボいつなんですかとか、ホロスタの絡み面白いですとか、最近の R さんのねコラボとかもすごい良かったですよみたいなのはいっぱいあったんだけど、なんかいわゆるなんか男と絡まないでほしいみたいな、まあもう祭りに今更言ってくる人はいないと思うんだけどもうもはやね、祭りちゃん男の人と絡まないでっていう人ももはやいないと思うんですけど、なかったですね。ので、普通に今後もコラボしていきます。今月ねコラボ予定がホロスタのとある人と一応ありまして、何しようねって感じ、決まってないよって感じでございますけども、なんかしたいねってなんとなく話しております。ゆるくね生きていきましょう。まあ同じ事務所ですからね、仲良くしたいなって感じ。まずいは元カノがいたりとかするんですけど、まあ、あんまり性別関係ないタイプなんで、なんて言うんだろう、マジ性別あんま関係ないですね。仲良くなった人がたまたま女だった男だったってだけって感じだと思ってるんで、まあ、なんか友達も別に仲良くなったなーくらい、うん、そうって感じでございます。じゃあ続いて